県坂田市のバイク屋鈴木モーターズです。今日もですね、車両紹介動画を撮影していきたいと思っております。今日はですね、アパレル担当のゆきさんからですね、撮影をしていただいておりますと、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。で、今日ご紹介するのはですね、ハスクバーのモーターサイクルズの、今ブースにいるんですけれども、これですね、スバルトピエン701っていうですね、バイクを紹介していきたいと思っております。あれ、スバルトピエン701って思った方いらっしゃると思うんですけども、そうです、今現行でですね、ハスクバーのモーターサイクルの新車ラインナップの中からはこの大人気だったですね701が消えちゃったんですよ。生産終了したんですね。なので今スバルトピレン、このラインナップっていうのは125、スバルトピレン125ですね。あとはスバルトピレン250、そして今こちらステージにゆきさんの隣にあるスバルトピレン401っていうですね、400cc の車両、この3機種しか今ないんですよ。なので去年からですね、701が消えてしまったので、もちろんメーカーにはもう在庫はありません。はい、残念ですよね。ものすごく売れてるバイクなんですよ。なのにも在庫がないというふうになっております。はい、あとですね、スズキモータースにはこのスバルトピレン701のスタイル、まあこれはですね、上位グレードモデルなんですけども、まあ車とかで分かりやすく言うと、トヨタのハリアーとかにもいろんなグレードがあるじゃないですか。なんだっけ、忘れましたけども、いろんなグレードがあるんですよね、同じハリアーの中でも。で、そんな感じでこれは上位モデル、そしてこちらがですね、通常モデルというこの2つが、スズキモータースに1台ずつですね、あります。なのでこのスバルトピレン701の通常のモデルが売り切れますと、こちら1台が売り切れると、あとはメーカーにもなし、うちにもなし。で、そしてこのスバルトピレン701のスタイルっていう上位モデルですね、こちらもこれが1台しかないので、これが売り切れるとメーカーにもなし、うちにもなしというふうになりますので、ラスト1台ずつですね、こちらの車両がラスト1台ずつの、こちら限りというふうになっております。なのでこのスバルトピレン701の通常とスタイルと、どちらもですね、ものすごく人気なんだけども、他のディーラーさんにもどこにもほとんどもう在庫がある場所が少なくなってきているので、もう探しているお客様はですね、先日もビットピレン701、こちらも今ラインナップ消えてますけども、ビットピレン701も当店にあったのは県外のお客様からですね、いや、 やっと在庫あるところ見つけたということでうちにお声いただいてですね、先日ご納車させていただいたとか、もう結構そんな感じですね、皆さん探し回ってるんですね。はい、でこのスマートフェン701と701スタイル、当店に1台ずつ在庫あるので、ウェビックバイクライブにも掲載してるとですね、他のハスクバーガーディーラーさんとか他の、バイクショップさんからですね、行販してくれないかという電話も来たりするんですけども、あ、ごめんなさい、これちょっと最後の1台ずつなので、もう我が子のようなんですよね、もう自分の息子のようですね、ちょっと可愛いので、ごめんなさい、ちょっとうちですね、お客様に直接販売させていただいたいので、ごめんなさい、行販はということで断ってるんですけど、まあやっぱりなんかそうじゃないですか、バイク屋さんに行販で販売してしまった後もう終わっちゃうじゃないですか。でもお客様にですね、販売させていただければその後も関係性が続けられるかなって思ってるので、なんかこう家族みたいな感じですね、ちょっとこう行販をお答えさせてもらってたんですけども、まあ、その結構引くとあまたの人気な車種なんですよ。はい、でスバルトピレン701自体の説明をさせていただきますと、こちらのバイクですね、めちゃくちゃいいバイクなんですよ。このスバルトピレンシリーズというのもめちゃくちゃいいバイクですね、僕も個人的にめちゃくちゃ好きなんですが、まずはこのネイキッドバイクってですね感じで、でタイヤを見ていただくとですね、ちょっとこのブロックっぽいタイヤ、はい、で幅広のハンドルなので、スクランブラーみたいな位置づけなんですね。非常にこう乗りやすいスクランブラーバイクみたいな感じですね。ハンドルも幅広で乗りやすそうですよね。なんか僕すごい楽そうに見えません？こうやって乗れるんですよ。これはですね、僕椎間板ヘルニアで腰痛持ちなんですけども、僕でも非常にですね、長距離もお茶の子さいさいみたいなポジションなので、こう超乗りやすいんですよ。でフラットダートクやったら全然行きますし、うちのスバルトピレン250の試乗車でですね、先日もうちのスタッフがオフロードツーリングで行ってましたけども、全然フラットダートクやったらこのバイクそのまま突入できるので、すごく幅広くですね遊べるバイク、もちろんツーリングで高速道路とかロード乗っても面白いですし、結構ですね幅広く遊べる1台というふうになっております。スバルトピレンっていうのがですね、ハスクバーナースウェーデンのメーカーなので、
スウェーデン語って言うんですかね、はい、スウェーデンの言葉ですね。スバルトピレンというのは黒い矢って意味なんですよ。でビットピレンが白い矢って意味なので、ピレンが矢って意味なんですね。この矢ですね、はい、黒い矢みたいにこの一直線じゃないですか、ラインがここがシュッとこう一直線じゃないですか、これが矢のようですと。なので黒い矢というのがスバルトピレンって意味なんですね、はい、で125、250、401に関してはこちらのステージの上のバイクですねに関してはですね、この3機種なんとタイヤサイズ、フレーム、そして全長全幅ですね、あの全高とか全部サイズが一緒なんですよ。エンジンの排気量のなので、エンジンサイズだけ若干違うだけで125、250、401全部バイクの大きさ一緒なんですよ。なんで我々がですね 100m 先でスバルトピレンが通過したとしても一瞬では何 cc か分かんないんですよ。それからなので125だっても全然大きいので人気なんですよね。やっぱり排気圧とかバイクちっちゃくなるじゃないですか普通は。そういうこともなく人気なんですけども、701に関しては全然サイズが違うので、これはお兄ちゃん存在ですね、はい、お兄ちゃん的な存在となります。残念ですよね、現行からラインナップ消えてしまったのが、はい、でこちらのバイクはですね、このエンジン見ていただくとですね、すごいですよ。もう701なんで約 700cc ですね。約 700cc の単気筒のエンジンなんですよ。やばくないですか。 SR400 でも単気筒で400のパワーあんなと思いますけど、 700cc の単気筒ですよ。なのでモデルで言うと701のスーパーモト、そこにハスクバーナーの701のスーパーモトがありますけども、あれも 700cc の単気筒なので、ああいうバイクと同じようなですね、エンジン特性なのでトルクがすごいんですよ。ブーンっていってですね、なんかこう走るじゃないですか。そうするとブーンってこうですね、なんかあんまり見た目的には攻撃的じゃないっていうか、なんか紳士っぽい見た目じゃないですか。乗るとですねびっくりしました。単気筒の 700cc ですよ。バーンっていくのでトルクがうわーってきて、うわーってね、あの街乗りでも演奏しにくくて乗りやすいですし、結構ですね、この単気筒エンジンが上までふわーってこう回せるので、回す楽しみも全然あるし、高速道路で回しても全然面白くてですね、先日もうちの昔からのお客様ですね、地元のお客様にスバルトピレン701、こちらの通常モデルの方ですね、1台ご納車をさせていただいたんですけども、そのオーナーさんは ZX14R 川崎のからお乗り換えだったんですけども、いやーもうめっちゃいい、買ってよかったと、めちゃくちゃ面白いというふうにですね言っていただいております。はい、まあ、やっぱりですね、ちょっと年齢も重ねてらっしゃったので、ZX14R がちょっとやっぱり重いし、よっこいしょって感じですし、ちょっとなんか気軽にフラッとこう乗れなくなってしまった、体力もあるしっていうので、よりですね、軽くて、でもやっぱりパワーって速いモデルが好きっていうことだったので、701をお選びいただいたと。めちゃくちゃ軽いですからね、全然もう左手で楽勝に動かせるぐらい軽いんですよ。はい、っていうような感じで、乗ってももちろん面白いし、見た目もどうですか、なんかおしゃれでチュートリアルの得意さんとか乗ってそうですよね。はい、めちゃくちゃかっこいいですよね。これは僕的なですね、乗った後の楽しみ方を提案するとですね、こう皆さん想像していただけるですね、土曜日とか日曜日とか週末目を覚めましたと、そしたらですね、すごいこうカーテン越しに明るい日差しがあってですね、この今の9月の過ごしやすい感じで、ちょっとこう肌寒いんだけども、なんかこう半袖短パンで寝てるんだけど、ちょっと寒いから布団かぶった時、あの幸せな感じですね。朝こう朝日が差してですね、今日何も予定がないと、で奥さんは仕事に行ったし、子供たちは友達遊びに行ったと、部活もあると、今日何しようかなって言って、まずエスプレッソマシンですね、コーヒーを入れて考えるわけですよ。で白い T シャツにですね、革ジャン1枚羽織って、ジーパン履いてですね、ちょっとこうブーツでも履いてですね、よし行くかって言って、こうまたがってこうやって音ですね、ブルンって言ってですね、こうスターバックス行くと、はい、でスターバックスですね、スターバックスラテを飲んでですね、で今日どこ行こうかなって言って、ちょっとこう鳥海ブルーラインを走ってですね、上の方まで行って、で上の方ですね、美味しい肉そばがあるんですよ。で肉そばを食べてですね、下りつつちょっとこうバイク屋さんに行ってですね、いやいいバイクだよって言って、その後ですね、こうちょっとお土産を買って、道の駅で地ビールと地酒とですね、おつまみを買って、家に帰ってこうバイクを磨きながらですね、ピシッてこう開けてビールを飲みながらですね、こうちょっと綺麗にして、で子供たちと奥さんも帰ってくるわけですよ。
そしたら今日の 晩ご飯の食卓にですね、買ってきたそのおつまみとかが並んでですね、でその地酒を飲みながら奥さんとですね、いやー買ったバイクすげえよかったよって言いながらですね、一日を終えて月曜日からまた仕事を頑張るというようなですね感じですよ。なので何を言いたかったかっていうと、すごい脱線しましたけど、なんか気負わなくていいんですよ。よしちょっと明日マジでバイク乗ろうって言って、こうプロテクターつけてですね、まあもちろんプロテクター大事なんですけど、プロテクターつけて革のジャケット、革パンを履いてですね、ライディングブーツを履いて、フルフェイスをかぶってですね、グローブをはめて、よしって言って、これちょっと屈伸しながらですね、よっしゃーってこう乗って、よし行くぜとかってこうやらなくても、なんかこう別にバイク乗ろうとしてなかったけど、お今日天気いいじゃん、よしちょっと羽織って乗ろうみたいな感覚で乗れるし、乗ったら面白いし、スポーツ性能も高いし、何でしょう、扱いやすいので、なんかそういう風にですね、ちょっとこう現代のスーパースポーツとか気負うバイクとか、なんかいつも何かを背負い込んでですね、ちょっと準備がいっぱいあるっていう方にはですね、ぜひなんかこの気軽さ、そして乗りやすいバイクだし速いバイクっていうのを、なんかいろんな楽しみ方できるんじゃないかなと思うので、セカンドバイクでももちろんいいと思うんですけども、メインのバイクにしてもめちゃくちゃ面白いので、結構そういうのがですね、このバイクの良さであったりするんじゃないかなと思っております。はい、まあ、すごく話長くなりましたけども、まずはこのスタイルですよね。はい、こちら、スライドペン701スタイルっていうんですけども、上位モデルですね。で何が違うかっていうのをちょっと通常モデルと見比べていきたいと思います。はい、まずはこちらプライスカードをちょっと見ていただいてですね、スバルトペン701スタイルっていうのが僕のこの手前に映ってる方ですね、こちらバイク、そして通常モデルがスバルトペン701で、あちらのバイクと、で両方とも年式はですね、今はもちろん廃盤になってるので、2019年のモデルイヤーというふうになっております。車両価格でいうと6万6千円くらいですね、税込み価格にして6万6千円ほどこっちの方が高くなっております。はい、で何が違うかっていうと、ここに書いてるんですけども、ブロンズカラー、ブラック、シルバーを配色した特別色なんですよ。色が違いますよね。スバルトペンって黒い屋なので、こっちは全部黒なんですよ。黒で、でちょっとこう艶消しっぽい黒がフォークガードとタンクと、シートカバーなんですけど、ゼッケンカバーもですね、ここについて、これ701ってですね、701ってここに書いて、ゼッケンカバー書いてるんですけども、これも黒で、黒同士で配色を分けてる感じですね。でマフラーもハスクワナモーターサイクル書いてるんですよ。エロいっすよね。なので全体的に黒っていう感じなんですけども、はい、こちらがですね、ブロンズとシルバーとブラックを配色しているので、まずヘッドカバーがですね、黒の色が、こちらツヤありの黒で、通常はマットの黒ですよね。はい、でタンクがちょっとこう映像だったら見づらいかもしれないですけど、ブロンズカラーなんですよ。高級感あふれてますね。でも701ってもここシルバーに、まあ、メタルっぽくなってる感じですね。はい、あとはゼッケンカバーも黒、ツヤありの黒に、ブロンズカラーで7、そして01と、あれですね、うちのお客様ですよね、直和さんという方がいらっしゃるんですけども、直和ですよね、701って、そうですよね。なので全国の直和さんですね、ぜひこのバイクに乗った方がいいですね。はい、っていうような感じとなっております。まあ、なので配色がやっぱり全然違いますね。はい、では次いきます。 CNC 加工されたフットペグ、はい、要はステップが違うんですね。通常モデルはこういうステップになっています。はい、あの足を置くところですね、ステップがゴムですね。でタンデムステップもこちらゴムになっております。はい、でスタイルはですね、 CNC 加工されたステップとこれですね。で加工もなってるので滑りづらくなってますね。でタンデムステップも、はい、ちゃんと変わっておりますね。さすがです。こういうところも気を抜かないのがやっぱり会社ですね。はい、ステップが変わっています。あとは最後大きい違いですね、あ最後じゃないです、ごめんなさい、次がプレミアム感あふれるスポークホイール。ホイールが、ノーマルがキャストホイールといって、こういうロードバイクの普通のホイールなんですけども、スタイルはですねこんな感じでスポークホイールなんですよ。はい、いいですよね、かっこいいですよね。なんかこうスクランブラーっぽい見た目になりますね。よりオフっぽい見た目になります。そしてこちらに書いてる通りチューブレスタイヤなので、まあなんて言うんだろうな、チューブが入ってパンクすぎ大変そうだなとか、タイヤ選択に迷うなっていうことはないなというふうに思います。チューブレスタイヤなので、はい。あとは最後ですね、CNC 加工されたバーエンドミラー、これは純正オプションでもあるんですけども、買うと高いんですよ。それがもう最初からついてます、このバーエンドミラーですね。
ノーマルはこういう風に普通のネイキッドの丸ミラーなので、やっぱりそう考えるとですね、6万円の差でスタイルの方がここまで違うと、なんかスタイルってお得だよねっていう風に思いません？思いますよね、はい、っていうような感じとなっております。はい、で、まあ、スペックを見ていくと、水冷の4ストロークの SOHC の4バルブのタイプですね、はい、排気量が正確に言うと 692cc で74馬力なので、もう全然パワーありますね、最強ですね。そしてタンク容量が12リットルで、車両重量が158キロ、160切ってますね。もう 250cc くらい軽いですね。そんくらい車重しかないんですよ。めちゃくちゃ軽いですね。で、ヘッドライトはどちらも LED のヘッドライトを搭載しています。純正でヘッドライトですね。あとはブレンボ製のブレーキ、こちら見ていただいてですね、ここを映していただくとブレンボ製のブレーキがついております。 ABS もついてますね。はい、あとはここからはスタイルと通常モデルと全く同じなので見ていくと、まずハンドル周りこちら側見ていただいてですね、はい、メーターがこんな感じで丸い メーターが1個ポンとついております。で、ハンドルもですね、こんな感じでちょっと幅広な感じでかっこいいのついてますね。で、クラッチはマグラの油圧クラッチ、軽いですね。で、タンクがこういう感じの形状で、この線とか色くないですか、なんかこう国産には出せない線ですよね。で、シートもですね、ハスクバーンのロゴがちゃっかりあったりとかいう風な感じです。で、こっち側見ていただくと、リアサスペンションもですね、 WP のアペックスがついておりますし、フロントサスペンションも WP ですね。通常モデルのサスペンションは一緒ですね。はい、あとはこの外車スバルトピレの特徴としては、お尻がですね、プツンとこう切れていて、あの401も一緒ですよね。お尻がプツンと切れていて、こっちでフェンダーになって、ここにナンバープレートがつくという風な感じで、これヨーロッパで今めちゃくちゃ流行ってるスタイルなんですよね。あの現行で言うとカタナとかも同じ風な感じですけども、そんな感じで、なっております。はい、足つきは非常にですね、いいと思います。これシート高で言うと、よいしょ、835、あ、でもまあまあですね。はい、僕は大丈夫ですけど、じゃあゆきさんちょっとまたがってみますか。はい、はい、おお、女性が乗ってもかっこいいですね。かっこいいですね。なんかそのスタイルに、なんかちょっと薄めでいいので革ジャンとかダブルジャケットのやつ羽織ると超かっこよさそうですね。いい、足つきなんか余裕ですね。はい、身長何センチです？164です。あ、164センチの方でも全然大丈夫ですね。軽いですよね。軽いですね。これで大型バイクですからね。軽い。軽いですよね。もうちょっと重いイメージでした。うんうん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではそんな感じですね。こちらのバイク、スバルトピレン701スタイル。覚えてくださいね。上位モデルがスタイルとかつくんですよ。スタイルと通常モデルですね。が2台。1台限りです、どっちも在庫が。もうこの現車がなくなったらもう終わりです。701はもう世の中にほとんど後はありませんので、ぜひですね、探している方はお早めにお問い合わせの方をお待ちしています。はい、で、県外の方でもですね、常にご納車できますので問題ありません。はい、基本的にはご来店納車をお願いしているんですが、もしですね、ちょっとご来店納車厳しいという場合は、配送業者さんに依頼をかけて配送でご納車をすることも可能でございます。で、配送料金ですね、お客様のご自宅までだと結構高くなっちゃうので、近くのデポまで止めておくと。全国にいっぱいデポがあるので、そこで止めておいて、お客様が取りに行っていただいて乗って帰るというふうにすると学校安くなりますので、それも言っていただければ探せます。はい、あとですね、こちら2台ともウェビックバイクラビの方に掲載をしております。そのページの URL のリンク、この動画の下の説明欄のところにですね、2台分貼っておきますので、ぜひ気になる方をポチッと押していただいて見ていただければなと思っております。で、気になるなという方はそのページに飛ぶと、在庫に見積もり見ろと大きい赤いボタンがあるんですよ。ポンを押すとすぐお問い合わせページに行きますので、お客様の情報をちょっとだけバーッと言っていただいて、送信ですると当店にですね、お見積もりの依頼として届きます。で、バーッてお見積もりを作成して返信をさせていただくと。で、こうやり取りをしてですね、ご条件があればご契約というような流れとなっております。はい、お支払い方法に関してなんですけども、現金振り込みでも大丈夫ですし、ペイペイも、まあ、ペイペイはいろいろ上限とか決まりがあるんですけども、ペイペイも大丈夫ですし、ローンも取り扱いをしております。アプラさん、オリコさん、ジャックさんのローンも、やっておりますので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思っております。頭金ゼロでも全然大丈夫ですし、月々皆さん大体1万円から1万5000円の方が多いのかなという印象ですね。最長10年までも組めますし、あとはボーナス払いありなしも選べますので、ぜひですね、おっしゃっていただければなと思っております。
はい、ではそんな感じですね。スマートピレン701スタイルと通常モデル1台ずつ在庫限りとなっておりますので、ぜひですね、お早めのお問い合わせをお待ちしております。はい、ではスマートピレン701の紹介でした。